ちゃんです。はい、今回の動画はですね、クワガタムシのね、長生きさせるコツをね、あげていきたいと思います。はい、ではね、クワガタムシを長生きさせるコツその1ということで、ゲロッチョンはこちらのね、ガラスのね、あの容器を使用します。まあ水槽ですね、ガラスの水槽になるんですけども、本来皆さんはホームセンターなどで売っているプラスチックの飼育容器を使用していると思いますけども、そのね、プラスチックの飼育容器のは、あの夏場ね、あの飼育容器の中がね、熱上がるんですね。ところがね、こちらのね、ガラスの飼育容器にすると、そのプラスチックの飼育容器に比べて、あの熱が上がりづらいです。だからね、クワガタムシにとってはね、快適なね、環境になるんじゃないかなと思っております。ということでね、あのガラスの容器にすることで、こちらの中のね、温度も下げることができるんですね。プラスチックのね、飼育容器ですと、やっぱりガラスに比べてね、温度が上がってしまいます。そしてね、このガラスの容器にありますと、次にね、いるのがね、この上からね、逃げられないようにするために、アクリル板のね、蓋をね、用意したいと思います。そしたらね、こちらのね、アクリル板を用意します。はい、こういう感じですね。まあ、こちらはね、水槽が60センチということで、アクリル板も60センチのね、アクリル板を使用させていただいております。そしてね、どうしてもね、生き物なので、この空気穴でですね、空気穴をね、一つ一つね、開けております。あんまり開けると、アクリル板が弱くボロになってしまうので、これぐらいの穴でよろしいです。そしてね、ガラスの設計数にね、することに応じてね、この上からもアクリル板の透明からもすることに応じて、この干渉がしやすいですね。横からも上からも、クワガタムシのね、干渉が非常にしやすいと思います。このままだとね、明るすぎるので、こちらをね、使用します。はい、ゲロッチョンはこちらを使用します。まあ、カーテンのレースですね、いらないカーテンのレースを使用していきます。まあ、こちらをね、カーテンのね、レースを使用するのはですね、こちら。コマバエがね、発生のね、侵入の防止にもなります。そしてこれをね、引くことに応じてね、日陰になるんですね。はい、このようにね、日陰にもなります。光をね、塞いでくれるので、クワガタにとってもね、干しやすいね、環境になるんじゃないかなと思います。そしてね、干渉するときもガラスということで、見やすい。ね、そして温度もね、プラスチックの容器に比べて温度も上がりづらい。そしてね、レースを引くことに応じて影もできて、そしてね、クワガタにとってもね、環境のいい状況だと思います。そしてね、この横からも見るのもいいし、上から見たいときはこのね、レースを乗れば上からも干渉できます。プラスチックのね、容器よりもね、飼育容器も長生きするんじゃないかなと思います。ということで、皆さんもね、一度ね、もしね、ガラスの容器があるならね、こちらで使用してみてください。ではね、またねー。